本日は、えー、ゴールデンカムイのプロデューサーワーワンチーフプロデューサーでもある上田春奈さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますお話したのは初めてですよねはい、初、はい、めましてです、はい、よろしくお願いします見ました、あのドラマ化の一話もう映画も見ましたし、えー、多分多くの方が映画館で映画見たときに、はい そこまでね、はい。<laughs> そうですね。<laughs> ここからみたいなところで <laughs> そこで終わりみたいな感じなんですよ、ねですかか。ものすごいノリ流れていくるんじゃないですか。<laughs> はい、やあの本当に私たちとしてはそうだと嬉しいなと思ってますけども。わうわうさんの巨大な予告編をやってもらったみたいな感じ,じゃなんで、はいまあです。までもあの2時間の映画でもちょっとしっかりねあの主人公たちのこうヒューマンドラマをちょっと見せられるような形であのちょっとやりたいなっていう風な形でちょっとあそこまでを描こうっていう風にはい決めてた感じです。もうその予告編としては完璧な予告編、はい。 でしたっけど。まあ、そうですかね。<laughs> これに合わせて、僕原作も読んだんですけれども。はい、まあ、よく映画化しようと思いましたねあ。ありがとうございます。いや、もう。お読みいただいて、なかなかやっぱ映像化する難しさって、やっぱ、お分かり。 になられま,したまあただねはい、はい、よく映像化不可能っていうけどはい、はい、今不可能なんてものはないからひと、ねはい、言で言うとそうです、ねまあ、だからちょっとそのファンタジーとか SF ものっていうジャンルではないのであの映像化不可能っていう、まあ、ジャンル感でももちろんあのちょっとないものではありつつ、まあ、あの映像制作をやっている人間からしたらもうこんなにいろいろな内容がてんこう天候盛りのもの うん、やるってなるのは相当な覚悟とやっぱ資金が必要だっていうことは多分感じるんじゃないですか。約三公尺からですからね。はい、はい。もうそりゃ簡単だなと思うな。う本当になかなか日本の最近の映画とかでもちょっとねああいう戦場のシーンっていうのなんかそんなに多いわけではないよね。あっちで一本作れますけどね。そうですね。いや <laughs> 本当にありがとうございます。<laughs> この川のドラマは、えーえー、どこまで描いてるんですか。これゴールデンカムイってご存知ない方も、うん、僕も。<laughs> こ,この時に触れるまでそんなに詳しく話を知らなかったんだけど、はい、もう壮大な話じゃないですか一言で言うともう宝探しで,、えー、でその話が特殊なのは宝のありかを書かれている地図が、うん、矢尻刑務所に入れられていた24人の、うん、24人でいいんだっけ 囚人に入れ墨として地図を入れてもう脱獄されて矢に放ったその24人を片っ端から捕まえて極端なこと言うと皮を剥かなきゃいけないみたいな話でその話は映画では一切始まっておらずさあこれから行くぞっていうところで終わってたんですがワウワウさんはこれをどこまで描くんですか最後まで行くの そこはいろいろちょっとやれたらいいなとはもちろん思ってるとこなんですけどもまあ,あの基本的にはドラマ版の方に関してはあの具体的にそ,のそれこそ囚人の入れ墨を集めていくっていうふうなあのお話がちょっと具体的に進んでいくってとこなんですけども、うん、まあ原作全体で言うとまだあの前半の方というふうな感じには。ああだけどあれキャラクターも。 よくもそこまで見せたなっていうか、はい、すごいですね。本当にもう、そこはもう、やっぱり特殊メイク、メイク、まあ、あと衣装。の、も力が本当にすっごく大きかったと思います。 キャストの方を見て漫画を起こしたんじじゃないいかと思うぐらいな感じで,すいやでも本当にまずやっぱりあの役者さんご本人もちょっとそのキャラクターに似てらっしゃるかっていう、まあ、見た目的な部分ももちろんあ,のありましたけども <laughs> まあなんか本当にあのすごく似てるかどうかっていうよりやっぱりそこはあのそれこそ特殊メイクとかであの補える部分だったりもしますので、まあ、やっぱりちょっとこれだけの長期的な作品をちょっと一緒に。 あの感想できるようなあのちょっと役者さんなのかっていった部分だったり、まあやっぱりその作品への取り組み方だったり、あとはまあちょっとお芝居の雰囲気だったりが、まあちょっとそのキャラクターとして、うん、あのこれはあのこのキャラクターをこの方だったらあのこのバージョンで演じていただいたらすごく見える感じするねみたいな形で、まあちょっとキャスティングはさせていただいて、キャスティングの時から関われてるんですか、あもちろんそうです、ね。楽しかったですか？楽しかったですね。<laughs> あ,あとやっぱり面白かった。 のがあのー、皆さんやっぱり原作がお好きな方もすごく多くいらっしゃったので「うん、あのえこの役誰がやるんだろう?」と思ってたんだけど俺に話来てて嬉しいみたいな感じでの人た原、ね、あのー、言ってくださる方とかもやっぱりいらっしゃったのでその中で、うん、一番俺だと思っっっててたたよ言人誰ですか、うんうん、やりたいな俺に,俺に来ないかなって言ってたら来たっていうふうにおっしゃってたのはあの牛山役の勝也さんんか,俺にかル <laughs> 自社化するらしいんだけど牛山役とか掘られて俺体型似てるしさなんかやれないかななんか話しないかなって言ってたらあなんか来ましたみたいな感じで、まあ、勝也さんも本当にいろんな場でお芝居たくさんあのいろんな役どころちょっとされてたりとかもしましたので,、うんでまあ、やっぱり体型もあの元のままというよりやっぱりちょっとその柔道家としてちょっと絞っていただいたり。 まあ、絞りつつ、ちょっと筋肉つけていただいたりっていうのは、やっぱちょっと体系的な。あの、ちょっと強化というか、変化もちょっとつけていただかなきゃいけなかったので、まあ、ちょっとそういったところも含めて、取り組んでいただけるっていうところで。あの、もう、ぜひっていう形で、ちょっとお願いさせていただいた。おでこが本当に四角になってたのに本当にびっくりしました、ね。<laughs> そうですね、はい、あれはもう、特集メイクチームがすごい頑張って。<laughs> はい。作ってくれました。はい。山崎くんが一番だけど。はい、俺、俺っすかみたいな感じなかったですか?。い,いやいやいや、全然、そんなことは。 ないですねあのでもやっぱりあの杉本っていう役はやれて本当にすごくあの嬉しいっていうふうにはすごく言ってくださいましたしまあ,あの役としてもあのちょっとあの難しい部分も多分あったような気がするんですけどそんなにその感情をすごくこう豊かにあらわにするやっぱりキャラクターではあのなかったりはするので。漫画は漫画独特の,、うん、あの描き方で。うんうん めめちゃめちゃゃコミュニカルになる突然まあ僕曲がる心水だと思うんだけど、えーえー、そういうパートがあるじゃないですかそこは映画もドラマも割と抑制してて、ねはい、だろうなと思いましたけど、はいうん、<laughs> でもそれでいうとそのコメディーパートに関して言うとやっぱりちょっと徐々にドラマ版では輪が進むにつれてもうちょっとみんなのその面白パートがあの いきなりやるとちょっとあのやっぱり漫画原作読んでらっしゃらない方があのちょっとどのテンションかなってなるかもしれないなって<ー>とこやっぱ連続ドラマで全球はある中で徐々にちょっとその要素をしっかり出していくっていう形で実はちょっと2話以降どんどんあのコメディーーただただ、はい、杉本の役って、えー、あの難しいといえば難しいんだけど。ーあの ちゃんとしてるじゃないですか、キャラクターが。だから、役者さんは逆に僕やりやすいんじゃないかと思うんですけどね。あの、なんていうか、こう、サインがいっぱいある役だから、そこを間違えなければ、こういう人だったら分かりやすいだろうし、それから何より顔にすごい傷があるから、どこに出ていても、あれは漫画、原作の方が本当にうまいと思いましたけどね、混乱しないように、見た目がみんな、 本当に分かりやすくさっき言ったおでこがけらなてたりそうですねちゃんと特徴付けられてるのがやっぱりあの原作の魅力だとはすごく思いますしやっぱりさっきの、まあ、ちょっと俳優さんの話になるんですけども。 脇のキャラクターがいないなんですよねみんなちょっとその役としてちゃんと立ってるので、うんうん、全員やっぱりこう埋もれてないキャラクターたちがすごい集結しているのでもう本当に役者さんを一人一人のモチベーションがすごく高いっていうのが結構今回の作品で印象的な部分ではありました。大谷さんやられてた元マタギの何、うんはい、かね谷垣かで僕読んだんだけど、はい、原作者の方は割と谷垣に思い入れが、はい、あ そそううですね。あの確かにだって <laughs> そう、はい、脇なのにもう執事からずっと詳しく描かれてますもんね。他のキャラクターたちもあの原作上だとあのやっぱ最後まで描かれるまでの間にはやっぱそれぞれのバックグラウンドしっかりちょっと描かれていったりはしてるんですけども、うん、確かに谷垣に関しては割とあの序盤の方でちょっとそういうふうな。 と、はいね、が、うん、見えてる感じう喜いやでもあのあでも大谷さんも周りから「なんかゴールデンカムイ実写やるけどあの役来るんじゃない?」っていうふうに周りから、うんはい、言われてたらしくてでそうなのかなと思ったら本当にみんながあの言ってたそ,あのその谷垣役であのお話をいただいたのですごい嬉しかったしびっくりしたっていうふうになんかおっしゃってましたね。 まああとなんなんと言っても玉木んだな、あすごいと思ったな。ああ玉木さん本当に鶴見周遺でしたね。もう漫画からそのまま出てきた漫画から出てきたってあの役とんでもない役じゃないですか。す時々脳からドロッと出てきた,た、うん、<laughs> そうですね。<laughs> 本当にドロッと出てきてたそうですね。はいあれもちょっと現場でそういう風になるような仕掛けをやっぱり。 何回もちょっとやらせていただいたりして、まあ、その度に玉木さんの額にこう液体が枯れてくるっていう感じのでもなんていくかやっても、はい、やりましょうやりましょうって言ってやってくださったので本当にうまい役者さんだなあいや本当にすごいです玉木さん僕本当に 原作に何より感服してねおそらく21世紀に書かれた漫画の中で三本の指に入るだろうなという感じだったんですよ。それはもちろんその電気小説的に、ね、伝える奇妙なの電気小説的にあの話がすごく面白いっていう,もう冒頭からねでしかもバックグラウンドが日露戦争の後っていうのもすごく日露戦争の直後の北海道っていうのも面白いしでも。 そこにアイヌ文化ががっつり1個ドーンと乗っかっててまあよく調べられてるとか愛情があふれてるとか思い入れがあるというかそこがすごくてねでアイヌクッキングみたいな漫画でもあるじゃないですかグルメシーンがねいろいろありますごくアイヌの文化を特に食文化をねいかに自然を大事にしているかリスペクトしてるかっていうことをものすごく丁寧に描かれているのを。 映画の方は、まあはい、ストーリー運ばなきゃいけないから、はい、あんまりそこまではやってなかったんだけど見ていただいた1話でもちょっとそういったくだりもあったと思いますし、まあ、やっぱりあのアシリパさんの,あの、まあ、鹿を倒した後に杉本に話す話とかも含めてやっぱりちょっとそのアイヌの方々が大切にしてる生き方みたいなところはあの結構描かれていたと思いますし、まあ、2話以降でもあのかなりふんだんにアイヌグルメ シーンも出てきますし、うん、まああとはなんて言うんでしょう、ね、やっぱりあのアイヌのその文化的なあの風習みたいなところもあのシーンごとに描かれている部分はやっぱりちょこちょこあの出てくる感じです。あそこまで真正面から向き合って、でしかもそのアイヌの人たちに生き方っていうか、うん、まあリスペクトを持って描いているってすごいと思うんだけど、ちょっと描くのに勇気いりませんか？そうそういや、いりますね。だからそこは完全にあのやっぱり。 この作品を世の中にあのお届けするにあたってのいろいろなその、まあ、スタンスというかあのっていう部分は結構初期段階であの原作元の集英社さんともいろいろ細かく丁寧にお話しさせていただいたりもしましたしとにかくやっぱ台本のご確認もいろいろあの。 まあやり取りはさせていただきましたし、あと何よりやっぱりあの現場であの撮影現場の方でもあのしっかり愛の監修の方にはちょっと必ずあの関係するシーンのところではちょっともう立っちゃっていただいてあのもう間違いがないような形であのおじさんの方です。あ、そうです。秋部デボさんと、うん、あともう一人あの原作の方での愛の監修をえっとされている中川弘し先生っていう、はい、方にもあの実写の方でもあの監修でちょっと入っていただいてそのお二人にあの常に。 現場にはちょっとその関係してるシーンのところではいていただいてあの役者さんに直接所作を指導していただいたりとかあのまあ撮ったシーンでもちょっとこの言い方はあんまりちょっと不自然だったからもう少しこういう言い方していただいた方がいいですよとかっていうようなこととかも現場でも指導していただいたりとかして<ー>、はい、かなりそこはあの丁寧にあのやらせていただいたのはあります。はい。 ただ、あの、漫画を読んでる人間は、やたら出てくるおさまという、あれ、らく、あの、連載してた時、すごい流行してたんじゃないかそうだと思いますね。でそうだと思います。映画では随分省略してるなと思ったのよ。ただ、僕、映画で一番好きだったというか、感心したのは、彼女が食べるとこ省略してるのかと思ったら、 ものすごくちゃんとやってますね。うん、そうですね。最後の最後に。後のに <laughs> しかもこう寄ってくみたいな感じで。あれで,でね<え>、うん、結んでるところが。 ちょっとリスペクトを感じて、うん、ああそうですね、うん、ありがとうございますやっぱりあのー、まあ本当に今おっしゃっていただいたようにこれはあのもう本当にあの一緒にちょっと制作あのー、もちろんまあ元々の企画者でいらっしゃるあれ8 0 0だってこと分ったんです、ね、そうですそうですもうあのー、話して松橋さんとかともすごくがおっしゃっていたあのこととしてもやっぱりまず物語の立ち上げの部分であのー、まあ杉本っていうまあ和人のキャラクターとあのアシリパというアイヌのあのー、少女っていうのがまあちょっとその異分 がちゃんと交流してあのつながっていくっていう風なところをやっぱり何かあのしっかり落とし込むべきだよねっていう風なところの,、まあ、あのお話もちょっとさせていただいてて、まあ、それがあのやっぱり最後の、まあ、あんなに拒絶にしていた、まあ、味噌っていうものを、まあ、アシリパがちゃんと食べるっていう風なことで、まあ、しかも美味しいって言って受け入れてくれたっていう風なところをちょっとしっかり表現するのは大事だよねっていう風なところでうん、うん、はいやっていました。 その言葉だけじゃなくて例えば動物の取り方とか狩りのとかえとか保存の仕方とかあらゆることを描かれてるじゃないですか原作ではおそらく相当取材もされたし研究もされたし何よりそれを伝えたいっていうんか意欲をすごい感じるんですあの漫画で。ここからドラマでも あの料理の場面とかに出てくる一そそううでですすもんねねはいそうですね実際こう動物をさばいてるその瞬間のシーンとかっていうのはどうしてもちょっと放送コード上ちょっとあの映せなかったりとかしたのでそういうちょっとそのシーンはあのなかったりはするんですけども、まあ、あの実際その撮ってきたあの動物をあのちゃんとありがたくいただくっていうふうなところの食事のシーンはとにかくまだまだこの後もたくさん出てくるっていう感じですね。結構 <laughs> ですはい、はい 動物を狩るし狩るシーンがい,っぱいあってね。はいはい、まあ特にわうわうさの第1話なんか、えー、動物ホンパレードみたいな熊、はい、出る鹿出る狼出るみたいな感じじゃないですけど、はい、ほとんどほとんどっぱり 100%CG でしょあれそうですねあの1話のもうあのレタラの、えーの狼はもう完全に CG フルてないですよね。 は本物使っいるのかなやなことないなあまあでも造形の,あのいわゆるそのあの着ぐるみ的なあの造形をあのかなり本物に近い形であの用意していただいたもので撮ってるカットとかも中にはあったりはしつつ、うん、あの割と CG であの動物の方がちょっと表現しているくだりはちょっと多い、はい、そして、えー アシリパだけがどの動物も全部食ったらうまいかまずいかってことしか、はい、<laughs> う考えてないっていうのもちょっと考えると残酷に聞こえるかもしれないけど、うん、それってまあ自然の一部だからあのそれも僕原作のとですごい感心したことですけどね。 <laughs> で杉本あの杉本が日露戦争で何人殺してんだよって杉本が、うん、えビビって鹿を殺せなくなっちゃったりとかそうです、ね、まあ,、うん、あのそういうところもすごいうまいなあっていうか、うん、あのでそこでまた和人とアイヌの人たちのものの考え方がね。やっぱり特に今おっしゃったあの1話のねあのちょっと鹿がちょっと殺せなくてっていうふうな杉本ってやっぱり。 まだ心のどこかがその203高地チのなんか戦地であのに取り残されちゃってる部分もちょっとありながらもやっぱ今のアシリパとの旅を進めていくっていう風なところでまあ,あのドラマ版の中ではまさにその杉本がどういう気持ちを抱えて過去のことを思ったりしているのかっていう風なところがやっぱアシリパと旅を進めていく中であのまたちょっと見え隠れしてくるシーンとかもあのこの後に控えてますので。 なんかそういう場面を見るとあやっぱりあの話に出てきてる、まあ、特にあの軍人側の人たちの話ですけどやっぱりそのに戦争後の人生をどう生きるかっていうふうなことを考えてる人たちのお話なんだなっていうふうに見える側面もあってなんかそういうところもあのとっても面白くてちょっとユニークなあの視点のお話だなっていうふうには しかも、それが戦争、日露戦争っていうのはね、うねもう本当にドラ、ドラマの作り方として。うまいなと思ったら。あの、考えてみたら、杉本って、あの、日露戦争の時の兵隊の格好をしてる必要ないんですよね。<laughs> それが視覚的には、すっごく面白いんですよ。なんかユニークな見た目になってますよ、ねそう。だから、その漫画として、あるいは、そのアニメ、はい、映画のルックが、すごく。 そうですねなかなかああいういでたちのキャラクターって今まで見たことがないねあの服装になってますし、まあ、あれをそのまた実際実写でどういう風に衣装作りしていくかっていうのも結構試行錯誤がやっぱりあって。 大昔のの東映の高地なんかで衣装残ってませんかたない,の <laughs> いやあのそれはちょっともしかしたらそういうふうにやってくださってたあの衣装スタッフもあのそういう動きもあったかもしれないですけどっっうそうですねあのまあアニメ化もね一度されてる作品でもありますし、はいまあ、あと一応カラー版の原作もありますので、まあ、それを頼りにあの杉本の、まあ、各キャラクターたちの衣装の色合いこうかなっていうふうなところはみんなですごく あの検討したんですけど、まあ、とにかく衣装部が同系色のものでもこう微妙にこう色のニュアンスが違う生地とかをすごい揃えてきて<ー>、まあ、これはだからカメラに映るとどういう印象の色により映るのかとか<ー>あの同系色だけどやっぱこの俳優さんに着てもらうんだったらこっちの色にした方が映えるように見えるよねっていうような実はものすごく細かい色の選定っていうことも<ー>、はい、してああいう形の衣装になっ 単行本は全部扉のところにアイヌの言葉が、うん、あはい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 書いてあるじゃないですかあらゆる生き物は意味があってこの世にいるんだっていうようなことのアイヌ語で書かれていて映画で頭にドーンとそれ出るじゃないですか、はいはいはい、そうですね点からあれ第一話って出してた、はい、あ第一話ではね出してないです。 すごくメッセーージ性としてやっぱり物語のスタートで、ね、映画版の方をああいう風に出してたってとってもなんかテーマ性を浮き彫りにしててあのそうだなっていうところはありつつ、まあ、ドラマ版の方であの逆に物語が結構グッと進んでいくっていう風な感じなのであ,のああいうちょっとテロップとして表記されてるわけじゃないですけどもやっぱ各キャラクターがそれぞれの言葉であれと同じようなことを語っていったりっていうところが。 どんどん出て,てまああのアシリパたちだけじゃないキャラクターも、うん、やっぱりあの別に、まあ、あの言葉自体はアイヌの言葉として紹介はされてますけどもやっぱりこの作品のテーマとして、うん、あのやっぱ自分が果たすべき役目が何なのかっていうふうなところがあるので、うん、それを、まあ、あのもうそれぞれの キャラクター、まあ、アシリパたちとか杉本たちっていうふうなとこだけじゃない、まあ他のキャラクターたちも,もう常にそれを考えて自分の生き方をあの決めていくっていうふうな物語がそれこそもドラマ版の方でどんどん進んでいくっていうか描かれてるっていう感じなので今回のドラマ版のシーズン1全9話見ていただけたらあのすごくなんかそこのテーマ とともに、まあ、この作品があるんだなっていうのは、あの、分かっていただけるのかなっていう気はしてますね。ねなるほどね。はい じゃあちょっとぼ、僕から言っても説得力ないんで、上野さんからちょっと最後に <laughs> あのゴールデンカムイ PR していただけますか、はい。はい、ありがとうございます。はいえー、大ヒット映画の続編となるえっ、ー、とドラマシリーズ版がわうわうでつい、えー、に放送が始まります、えー。連続ドラマ W ゴールデンカムイ、えー、北海道入レズ囚人争奪編、えー、10月6日の、えー、日曜日スタートです、えー。毎週日曜午後10時放送配信となりますので、えー、ぜひ見ていただければと思います。 マイヌが隠した莫大な埋蔵金二万館の金塊かその謎を解く鍵は二十四人の脱獄衆に刻まれた入れ墨剥がせというわけか金塊をめぐる三つどもへの入れ墨争奪戦が始まる俺は不死身だぜやめろ無駄に殺し合うな私の囚人狩りに参加するのだ この時代追い惚れを見たら生き残りと思える最後に金塊を手にするのは俺たちだそのイレズミあんたも囚人だったのか勝負するかねイズミに関われば命を失うぞ我々の密偵になれ絶対に罠だ杉本を殺させてやる本当に命がけの金塊を探してこいと勝利を向かわ わいとちゃっとキってたックこの入れ墨妊皮争奪戦に大混乱を巻き起こすのだ何かのお役に立てるのでしょうか愉快な仲間たちがおるじゃないか造反者は他に誰がいる金塊を私にまっぺらぼうを。 何者なんだ俺はあの子が真実にたどり着くのを見届けてあげたい俺は不死の正義者だ連続ドラマ W ゴールデンカムイ北海道イネズミ囚人争奪編10月6日スタートのっぺら棒にあって確かめたいことがある チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。